フワンラモンニカシオは、ドミニカ共和国ドゥアルテ州産、フランシスコデマコリス出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称はアレノオソで、由来は、ドゥアルテ州にある、出身地である。コロラドロッキーズ時代2006年8月21日に、コロラドロッキーズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級。 ドミニカンサマーリーグロッキーズでプロデビュー。8試合に登板して2勝1敗、防御率2.89、24奪三振を記録した。2007年はパイオニアリーグのルーキー級、キャスパーゴースツでプレーし、13試合に登板して0、勝3敗、防御率4.36、33奪三振を記録した。2008年は A マイナスキュートリシティダストデビルズでプレーし、 12試合に先発登板して2勝4敗、防御率4.50、61奪三振を記録した。2009年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし、18試合に先発登板して9勝3敗、防御率2.41、115奪三振を記録した。オフの11月20日にロッキーズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。 2010年3月5日にロッキーズと1年契約に合意。この年は A 級モデストナッツでプレイし、28試合に先発登板して12勝10敗、防御率3.91、171奪三振を記録した。2011年3月3日にロッキーズと1年契約に合意。3月14日に A 級タルサドリラーズへ配属され、開幕を迎えた。 5月28日にメジャーへ昇格し、同日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。7回無失点で初登板初勝利を挙げた。以後、先発の一角に定着していたが、8月5日のワシントンナショナルズ戦で、イアン・デズモンドの放ったライナーが直撃し、椎骨を骨折する重傷を負った。即座に手術を受け、残りのシーズンを欠場することとなった。 この年メジャーは13試合に先発登板して4勝4敗、防御率4.14、58奪三振を記録した。2012年は監督であるジム・トレーシーや、主砲のカルラス・ゴンザレスが、奇跡と表現するほどの驚異的な回復を見せ、開幕に間に合わせた。しかし、6月2日のロサンゼルス・ドジャース戦で投げ頃を、さばいた際に膝を痛めて故障者リスト入り、 翌月になって、関節教師化手術を受け、2年連続で怪我により、早期にシーズンを終える結果となってしまった。この年は11試合に先発登板して2勝3敗、防御率5.28、54奪三振を記録した。2013年3月5日にロッキーズと1年契約に合意。開幕後は先発ローテーションに定着したが、5月19日に4勝目を上げて、以来、 一ヶ月以上勝ち星に恵まれず、6月28日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格。7月12日にメジャーへ再昇格した。この年は31試合に先発登板して9勝9敗、防御率5.14、119奪三振を記録した。2014年1月17日にロッキーズと1年契約に合意。 前年と同様に開幕から先発ローテーションに加わったが5月下旬から3試合連続で大量失点を喫するなど不調が続いたため6月16日にトリプル A 級コロラドスプリングスへ降格した降格後は先発として登板していたが7月からリリーフへ転向。8月7日にリリーフとしてメジャーへ最初をした昇格後はリリーフとして定着し 19試合に登板した。この年は33試合に登板して6勝6敗、防御率5.38、63奪三振を記録した。オフの11月20日にリーフとなった。2014年11月24日に後日発表選手とのトレードでドジャースへ移籍した。2015年はリリーフに転向し、 先発登板したのは53試合中1試合だけだった。1勝3敗1セーブ、防御率3.86という成績を記録したが、支球を大量に与えたため、ホイップは1.56と高かった。ただ、58.1イニングで許した、ホームランは1本のみ、投球イニングを超える65個の三振を奪って、自己ベストの脱三振率10.0をマークするなど、成長した面も多く見せた。 オフの12月2日にノンテンダー FA となった。ピッツバーグパイレーツ時代2015年12月10日に、ピッツバーグパイレーツと1年契約を結んだ。2016年は先発とリリーフの両輪に戻り、40試合で、リリーフ12試合で、先発登板した。防御率4.50チーム唯一の2桁勝利となる10勝7敗、ホイップ1.37という、 まずまずのピッチングを見せた。また、前年に開花した脱三振能力の面では、118.0イニングで138脱三振を記録して、自己ベストの脱三振率10.5をマークし、引き続き証明した。2017年は遺跡までに65試合に、リリーフ登板し、2勝5敗にセーブ、防御率2.85と高騰していた。 2017年8月31日にウェーバー工事を経てフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。フィリーズではわずか5日間の所属で2試合のリリーフ登板に止まった。2017年9月6日にエリザー・アルバレスとのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。カージナルスでは9試合リリーフ登板で3勝4、セーブ、防御率1.64であった。 このシーズンは初めてリリーフに専念した年となり、リーグ最多の76試合登板で5勝5敗6、セーブ、防御率2.61という好成績を挙げた。オフの11月2日に FA となった。2017年12月20日にシアトルマリナーズと2年1700万ドルで契約を結んだ。マリナーズでは46試合に登板して1勝6敗。 防御率6.00という成績に終わった。2018年12月3日に、カルロス・サンタナ、JP ・クロフォードとのトレードで、ジーン・セグラ、ジェームズ・パゾスと共に、フィリーズへ移籍した。2019年のオフに、FA となった。2020年1月22日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 8月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となった。93から95マイルパーワーのフォーシームが全投球の約2、3、平均84マイルパーワーのスライダーが約1、4を占め、チェンジアップは主に左打者に対して用いる。2011年はツーシームも1割程度投げていたが、2012年は コーシーム一本となっている。ありがとうございます。